はい、今からネガティブリリース瞑想を始めます。椅子に腰掛けて、背骨を上の方にまっすぐにするように保ちながら、背中はサポートされている状態でクッションか何か置いてください。そして楽な姿勢で、あぐらをかいても構いません。手足は比較的楽な姿勢で座ってください。はい、では始めます。目を閉じてください。鼻から息を吸って、口から息を吐きます。もう一度鼻から息を吸って、口から息を吐きます。吸って吐くときに、はあ、口に出してみてください。息を吐くたびに体がリラックスします。頭のてっぺんから足の先までリラックスが波のように広がっていきます。緩んだ感覚が体中に広がります。頭のてっぺんからおでこ、目の裏、どんどんリラックスが深まっていきます。顎から首、肩、腕、手のひら、爪の先、ますますリラックスしていきます。胸、腰、お腹、そして太ももからふくらはぎ、足のつま先までどんどん緩んでいきます。今、ライフブレスをします。ライフブレスは4カウント息を吸って、4カウント息を止めて、4カウント吐いて、4カウント止めます。やってみましょう。息を吸って、2、3、4、止めて、3、4、吐いて、2、3、4、止めて、2、3、4。いいですね。次のライフブレスの時にグラウンディングをします。息を吐く時に足のかかとから地球の奥深くに向かって、コードやツタ、ロープ、紐、木の枝、何でもいいです。何かが伸びていく、地球の奥深くに伸びていく感覚を想像します。ではやってみましょう。吸って、止めて、吐いて、地球の奥深くに伸びていきます。止めて、地球の中心にそのツタや紐、コードなどのようなもの、フックのように引っ掛けてください。今、息を吸って吐きながら、
体が地球とつながってどっしりと地に足がついて安定した感じを感じてください。次のライフブレスの時にソースとつながります。ソースは神様でもユニバースでも無条件の愛でも何でもあなたが信じている偉大な力の源で、そこからすべてのものが生まれます。では行きます。吸って止めて、吐くときに頭のてっぺんが開いて綺麗な光がソースとつながるのを感じてください。止めて、今普通に息をしながらソースにつながり、キラキラした光が輝くのを感じてください。今あなたがリリースしたいもの、何かネガティブなものを思い出してください。それを体のどこに感じるか今気づいてください。呼吸をしながら体の感覚を感じてください。次のライフブレスでそのネガティブエネルギーをリリースします。磁石のようなものがネガティブエネルギーを吸い取って、かかとから地球の中心に伸びているコードに向かって解放していきます。ネガティブエネルギーをかかとから解放するときに感謝してください。そのエネルギーは今まであなたに必要でしたが、もう必要ではありません。では行きます。息を吸って、磁石でネガティブエネルギーを吸い取って集めてください。止めて、吐いてネガティブエネルギーを地中に解放します。止めて、エネルギーがキラキラしながら地球に放たれるのを見て感謝を感じてください。その地中に放たれたエネルギーは別の形になって、またエネルギーの循環が起こっていきます。もう一度やってみましょう。今息を吸って止めて、吐いてネガティブエネルギーを解放します。止めて、今エネルギーが出た場所に空間ができました。そこにソースからの新しい美しい金色のエネルギーを入れていきます。息を吸うときに綺麗な光を顔から頭から降り注ぐように体の中に入れてください。そして息を吐くときにそれを全身に送ってください。では行きます。ライフブレスです。息を吸って綺麗な光を体の中に入れて、止めて、吐いて全身に送ってください。
めて、はい、体の中のエネルギーがシフトしたのを感じてください。その美しいエネルギーの中に自分があるのを感じてください。今足のつま先に意識を向けて、足のつま先を動かしてください。体の感覚が戻ってきます。そして準備ができたらゆっくり目を開けてください。